全国的な経済波及効果は 2.9 兆円の中、大阪府の経済波及効果は 1.6 兆円。本日の会議は万博1年前のタイミングで準備状況を。いよいよ明日がその1年前になります。非常に重要な時期を迎えます。その準備がいよいよあと1年となりましたから、今日はですね、協会にも参加していただいて、そして準備を皆さんしっかりと最後までやりきってですね、素晴らしい万博を来年の今頃迎えたいと思いますので、よろしくお願いします。本部長代行より一言ご挨拶を頂戴したいと思います。まずはじめに吉村本部長、よろしくお願いします。皆さんから万博の準備の状況、そして各専門部会の取り組みについて報告を。はい、全国的な経済波及効果は 2.9 兆円の中、大阪府の経済波及効果は 1.6 兆円、約半数を占めることになります。大阪で非常に大きな経済効果が生まれます。これはやはり会場が大阪ですので、そういうことになると思いますけれども、やはりこの万博においてコストもかかるんですけれども、それに対して経済効果、コスト、大阪府市でかかるコストについては1300億円から1400億円ですけれども、経済波及効果はこの大阪府において 1.6 兆円の経済効果があると、そういう試算、その経済効果をより全国に波及することをもう大切だと思うんです。日本万博を大阪でやるということになるので、当然会場である大阪近辺で大きく経済効果が出るのはこれは当然なんですけれども、より多くの全国にいいところがたくさんありますから、国内外から多くの人が大阪に万博に来られますので、この経済効果をより全国に広めていきたいと思っています。万博の一番大事なのはその社会的な意義ですね。もう課題を解決していくというところをしっかりこれからも訴えていきたいと思います。合わせました費用というのはどうしても出てきますので、費用だけじゃなくて大きな効果もあるというところをイメージしていただけることになったのかなと思います。日本全体もそうですし、開催地である大阪市、大阪府と大きな効果がありますので、このあたりも含めて非常に大きな意義があることをこれからも発信していきたいと思います。